どうも、ナミさんお疲れ様です。どうも、ブログについての動画の方ありがとうございます。いや、ついにまとまってきましたよ。私のブログも。これ、今回のね、私のコンテンツは何かっていうと、ブログなんですけどもね、ブログについては、目的によってその使い方が変わると思うんですよ。一つは、自分の自己表現をしたい。自分のライティングをね、直接自分でやってみたい。自分のライティングを上手にしたい。 まあこういうふうに勉強のためのブログ自分の生活としての足跡それをまさにログを残すブログですよね、まあ、そういうふうに考えている人は、まあ、ブログを書くことによって自分の自己表現考えをまとめたりとかね誰に見てもらえなくてもそれは自分のライティングスキルを上げるためっていうふうになってくると思うんですよ、まあ、つまり勉強のためのブログ 経験ののためのブログこういうふうに自分のためのブログっていうふうなそんな立ち位置があると思いますもう一つはライティング別に上手にならなくてもいいよとただお金が集まればいいよっていう形ですよね私がね今回ねブログのコンテンツ作ったのにはどちらかというと収益を目的としたブログ稼ぐためのブログという手段と目的を持った人のためのそんな講座になるんですよねで実際 えー、私ねちょっとねツールを使ってみたんですよ、うん、そのツールはどんなツールかっていうとブログを書く人がやることっていうのはタイトルを考えるだけそうですねキーワードですねタイトルよりももっとキーワードを考えるだけですキーワードを考えてそのキーワードによってライティングされるブログっていうのは AI が書きますこれはね はっきり言ってブログを書き慣れた私でもそれ以上の精度でブログを書いてくれますんでもはや自分が一生懸命書くよりも AI に任した方が優秀なブログでアクセスも集まってすごいですもう叶わないです <laughs> だからね何年かかってね文章をね作れるようになってもそれ以上の英知が AI にありますんで叶わないですね だから勉強のために自分のためにスキルアップのためにブログを書くって言うんだったらそれは自分でやればいいと思いますけどもただ稼ぎたいんだったらもう人間がやらない方がもっといいブログがしかも量産されますで今回はキーワードを入れるとどういうことが起きるかっていうとねそのキーワードがマーケット的にアクセスを集めやすいのかどうかっていうことを一つ判断してくれますそしてもう一つはそのアクセスを集めやすいキーワードに関して ライバルが存在するかかどうかもちろんライバルが少ない方がいいですからね、まあ、そういうふうな絶妙なキーワードを探してくれるんですよでもう一回まとめますけどもキーワードを2つ3つ打つだけでそのキーワードに際して作ったブログはアクセスを集めるのかかつライバルが多いのか少ないのかこれを判定してくれるんですよで判定された後にはじゃあ「ライティング開始」っていうボタンを押すんですよねそうするとライティングがパーッと 2, 3分であとは出来上がった文章をそのまま自動投稿でワードプレスに搭載するか出来上がった文章を多少ね手を加えたり画像や動画を差し込んだりとかして、えー、きちんと自分のブログとして整理するかですよね、まあ、ですからねこれによってブログ量産の速度は数十倍になるんですよ。で私がね1万個以上ブログを作った時代がありましたけどもそんなのが今ね誰でもできるようになりました むしろ手でブログを書いていたらそういう風な自動 AI 作成ブログこっちのツールに追いつきませんから叶いようがありませんさらにもう一つなんですけども私は以前ねあのブログについては無料のブログを使ってましたずっと人類でもそうですしアメブロとかねワードプレスを使わずに FC2 とか使ってたんですけども現在検索上位に表示されるブログの ほとんど99%はワードプレスなんですよ。ですんで、もう無料ブログはね、自分の勉強のために書くんだったらいいんですけども、もうね、サーバードメインを借りてワードプレス一択しかないです、稼ぐためには。アクセスが集まんないですから。で、今回私が使っている、まあ、ツールっていうのはね、あのキーワードを選定すると、それがアクセスを集めるのか、ライバルが多いのか少ないのかを判定してくれるのと同時に、ワードプレスに自動投稿されるわけなんですよ。 ま、ですんで、量産がサク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 進みます。まあ、その一部を今回ね、動画概要欄に、え、付けておきますんで、もしね、お時間余裕があったらちょっと覗いてみてください。それでは、今回は以上です。お疲れ様です。